そうなんだ、一人。珍しい？そうかな。そうか、そうだな。このところ一人で来ることなんてなかったね。いつものオンザロックで。いや、ダブルじゃなくてシングルで。今日は静かだね。そんなことはないだろう。潰れやしないさ。今日はたまたまだろう。いつも繁盛してるじゃないか。だから最近はなんとなく来にくくってさ。もう何年になる？ここ10年。すごいじゃないか。やらないの？10周年とか。それマスターらしいや。その方がいいかもな。その方がいい。それにしても今日どんなことだって10年も続けるってのは大変なことだ。偉いよマスター。俺みたいにただ会社にぶら下がって給料もらってるだけじゃないもんな。こういう客商売は。いや、お世辞じゃないって。本気だよ、本気で言ってる。これ誰？ギター寮？最近の？珍しいじゃない。なんて読むんだこれ。ジーンベルト、ベルトンチーニ？イタリア系かい？それとジャック・ウィルキンス。いいじゃない、気に入ったよ。俺も買おうかな。お、ライブなんだ。こいつらも10年も20年もきちんとギターに向き合い合ってやってきたんだろうな。じゃなきゃこんな演奏できないもんな。男と女だって10年続けるのは大変なことさ。そう思わないか、マスター。彼の前にはバーボンの入ったグラスが置かれている。バーボンはメーカーズマーク。いつもこれを飲んできた。かかっているのはHere's That Rainy Day。これも彼の好きな曲だ。この聞き慣れないギターデュオの演奏もいい。静かな演奏の音が途切れる合間にグラスの中の氷が溶ける音が聞こえてきそうな気がする。彼は上着の内ポケットにタバコを探った。そうだ、ちょうど切らしていたんだ。と目の前に一本振り出したタバコの箱が差し出された。マスターが吸っているものとは違う。昨日彼女が来ましてね、とマスターが言った。そういえば彼女は時々もらいタバコをして1本だけ吸うことがあった。抜き取り口に加えるとマスターがライターで火をつけてくれた。タバコの香りは彼女の思い出を運んでくる。彼はバーボンの残りを一息に煽った。仕方がないさ。元から分かっていたことじゃないか。俺には妻も子供もいる。いつまでも続くようなことじゃなかった。2年、3年、10年も20年も続くなんて彼女も信じていたわけじゃないだろう。胃を熱くするアルコールの感触。わずかに甘いタバコの匂い。静かなギターの音色。そして思い出はいつも苦い。